千草忠明は、鎌倉時代末期から、南北朝時代にかけての苦行。県中納言、六条優中の次男。官位は、十三味、三義増十二位。筑佐家の祖。昭和三年には、東宮県大臣として、種一志新郎に仕えていた。その後は、五代醐天皇の近親となり、皇太子。 国吉親王の早期即位を格索する父、幽中と敵対した。学問よりも、笠掛けや犬大物など武芸を好み、隠踏、博打にかまけていたため、父から偽絶されている。元寇二年、小京元年の元寇の乱の後、天皇の沖通る罪に処されると、これに随従している。翌年、天皇と共に、沖を脱出して、法規国の名は長年を頼り、 千畳山に挙兵した。カ中将に認じられ、山陰の軍勢を率いて、足利高氏や赤松のリムララともに、六原短大攻めに参戦しているほか、欧州白河の結城宗広、親朝親子をはじめ各地の豪族に臨時を飛ばすなど、五代五天皇による倒幕運動に寄与した。県務の申請では、結城近光、楠木正重、名は長年らと共に、 三木一層と称され、県政を振るった。十三三義や雑草決断書よりうどとなり、佐渡国など三カ国の国司職と北条氏の給料を十カ所を、廃慮したものの、までの工事高房らと共に出家した。千望はこの時高齢であるが、佐藤新一の推測によれば、若年の忠明の出家は神聖への批判が集まる。 中で爪腹を切らされる形となったものではないかという。県務2年11月、足利高氏が、申請から離反すると、県務3年1月に、新田吉貞や北畠秋家らと共に、これを追い、足利勢を九州へ駆逐した。千草忠明京選手の地の非同年6月7日、再び京都へ迫った。 高氏の軍と対戦し、山城国あた軍西坂本のキララ坂で、足利忠義と戦って戦死した。明治維新後、新田義貞、北畠明家、楠木正しげらが再評価されたことに伴い、大正8年11月15日に忠明は、12位を追蔵された。軍記物、太平記の物語では、千草忠明は、批判的に描かれる。 剣務の神聖の功により、五代醐天皇から、莫大な恩賞を得て、忠明は家臣らと共に日夜主演に明け暮れた。縁に集う者は300人を数え、費やされる酒魚の費用は膨大な額に上った。数十件もある馬屋でヒバを50から60頭も、飼育し、鏡が乗ると数百機を従えて、上京や北山へ繰り出して、犬大物や高狩りに没頭した。 カリーの際は、氷ょうや虎の皮を装着し、金乱刺繍や絞り染めのひたたれを着用していたという。と思う夢地や今の寝覚めまで行く、赤月の隔キノラム、新馬若衆、エモン、ただしただき。ありがとうございます。